皆さんこんにちは、寺島です。今回は Gemini CLI の概要とその使い方を解説していきます。Gemini CLI は Google アカウントさえあれば無料で使えるため、より手軽に AI が活用しやすくなりました。本動画を最後まで視聴することによって、Gemini CLI を用いて簡単な Web アプリケーションを作成する方法が学べますので、ぜひ最後までご視聴ください。動画の本編に進む前に、フロントエンドハンズオンでは、メルマガでもフロントエンドに関する情報を発信しています。 動画の概要欄から購読できますので、フロントエンドの知識をより身につけたい方はぜひご確認ください。それでは最初にジェミニ CLI の概要について説明します。ジェミニ CLI は Google が提供する大規模言語モデル、ジェミニをコマンドライン上から簡単に利用できるツールです。CLI とは、コマンドラインインターフェースの略称で、コマンドラインとは文字を入力してコンピュータを操作するための画面です。 例えばチャット g p t でプログラムを書く場合は、ブラウザでチャット g p t を開いて指示を出して出力の結果をコピーして手元のエディタからファイルに貼り付けて実行する必要がありました。ジェミニ CLI では直接ファイルを編集してくれるため、より効率的にプログラムを書けるという特徴があります。また、ジェミニ CLI には無料枠がありますので、 気軽に利用を開始できます。それでは続いて、Gemini CLI のインストールに進みます。まずはターミナルを開いてください。続いて、Node.js がインストールされているかどうか確認します。node-v コマンドを実行してください。これでバージョンの18以上が表示されれば大丈夫です。Node.js が入ってない方は、Node.js をインストールしておいてください。それでは、Gemini CLI をインストールします。Gemini CLI の GitHub のページにアクセスすると、Gemini CLI のインストール方法が確認できます。インストールの方法は2つあるんですけれども、今回は、 このインストールの NPM 方法を使っていきますそうしましたらこちらをコピーしまして先ほどのターミナルに戻って実行しますすると Gemini CLI のインストールが今進んでいますので少々お待ちいただければなと思いますそしたら今インストールが完了したかなと思いますので早速 Gemini CLI を実行していきますで Gemini CLI を実行する前に今自分は デスクトップ上のサンプルというディレクトリの中にいます。これが今回の作業ディレクトリとなります。そうしましたら続いて Gemini を実行していきます。Gemini コマンドで Gemini CLI は実行できますで。そうするとこのような感じで Google のアカウントの選択画面に進みます。そしたら自分の Google アカウントをクリックしてください。そうすると確認の画面と、まあ、ログインとキャンセルのボタンがありますのでログインをクリックします。はい、これで Gemini Code Assist からアカウントにアクセスできるようになりましたと。 表示され CLI がが使える準備が整いましたこのウィンドウを閉じて ID に戻ることができますあるので、まあ、このページは閉じましてターミナルに戻ります。まあ、するとこういった感じでデカデカと Gemini と表示され作業を開始することができるんですけれども本来はここでテーマの設定 共事論の見た目をどういうふうにするかみたいなものとかが表示されるはずなんですけれども、まあ、自分は一回ジミニをインストールしちゃったので、そのテーマの選択はちょっとスキップされているようです。続いて、ここから具体的な指示を出していけるんですけれども、まあ、一旦ヘルプコマンドでも実行してみますかね。そしたら、スラッシュヘルプと入力してエンターを押すことで、ジェミニ書でどういうコマンドが使えるかっていうのが表示されます。いろいろ表示されてはいるんですけれども、今回はここにあるコマンドは、 ほととんど使うことはないですね。一旦ジェミニ CLI を終了してみようかなと思うんですけれども終了する方法はこのスラッシュクイットのコマンドを実行するかコントロール C を押すと終了できますで今回はま試しにこちらで終了しますするとこのような画面が表示されてどのようにどれだけジェミニ CLI を使ったかといったデータが見えますで今回何も使ってないんでほとんど何も表示されてないといった感じですねでそれではもう一度ジェミニ CLI を実行していこうかなと思うんですけれども ジミニ CLI は -s のオプションをつけることによってサンドボックス環境で実行することができます。で、サンドボックス環境とはどういった環境かっていうと、プログラムを安全に実行するための制限された環境のことです。例えば、もしジミニ CLI が誤ってコンピューター上の大切なデータを削除しようとしたとしても、サンドボックスが外部とのアクセスを制限してくれるため、実際のシステムには影響を与えずに済みます。それでは、サンドボックス環境でジミニを立ち上げましたので、 簡単なな指示を出してみようかなと思いますで今回はもともと用意してあるカウンターアプリを作ってっていうプロンプトがあるので、まあ、それを今コピーしたので貼り付けて実行していきます。でこれは適当に入力できるものにコピーした貼り付けだっていう感じですね。でそれでは早速これを実行しますで。そうするとジェミニがこれの実行方法を考えていろいろ進んでいくといった感じなんですけれども、まあ、早速インデックス HTML を作成しますということで これについて、この指示を反映させますかという質問がされました。で、yes, a l l o w o n c e を実行すると、この指示を1回だけ実行するという風になります。今、これカーソルキーで動かしてるんですけども、yes, allow always を実行すると、これ以降の処理をユーザーに、まあ、自分にですね、確認することなく、プログラムのファイルの書き換えがどんどん進んでいくようになります。でこれは勝手にファイルを書き換えていってほしいときには便利なんですけども、まあ、どういう風にプログラムを書いてるか確認したいときは、まあ、ちょっと面倒かなっていう風に思うので、 今回は yesallowance で実行していくことにします。そうしましたらこれを Enter を押して実行します。はい、するとこの index.html のファイルが作成されたかなと思いますので、続いて script.js を作成しますとあります。で、これもまあそのまま実行します。最後に style.css で見た目を整えますとありますので、これも実行します。はい。これでもうアプリの完成がしたようですね。でそしたらこれをブラウザで開くとあるので、ブラウザで開きたいんですけど、ブラウザで開く方法がわからないかもしれないので、 まあそれも聞きながら進めていいこうと思いますそれでは、ブラウザで開く方法を教えてください。すると、このオープンコマンドを使えばいいということが分かりますね。で、これも実行してもいいですかっていうふうに聞かれてるので、まあ、エンターを押して実行します。 するとこういった感じでブラウザー上に今回作ったアプリケーションが表示されましたね。で、試しに動作確認をすると、まあ、プラスを押すとい風にカウンターが進んでいって、マイナスを押すとカウンターがどんどんマイナスになっていることがわかるかなと思います。で、これで一応まあ簡単な Web アプリケーションはさっと作れることがわかったかなと思うんですけども、まあ、見た目がちょっと貧相なので、まあ、もう少し見た目を変えようかなと思います。そうしましたら、もっといい感じの見た目にしてという雑な指示を投げてみようと思います。 そうすると、まあ、どういった感じで見た目を更新するか AI が今考えていってくれてるんですけれども、スタイル CSS の内容を読み込んで更新していってるっていう感じのようです、ね。で、まあ、何かファイルの書き換えが発生したようなので Enter を押します。HTML に Google フォントの読み込みがされたようですの、ね、で、スタイルの上書きもされたようなので、でもしよろしければ再度オープンコマンド実行しましょうかとありますかまあこれはまあ別に、まあ、しなくてもいいので、一旦ブラウザに戻りましてリロードしてみます。するとデザインがちょっとおしゃれに変わりましたね。動作も問題なくできるようです。はい、といった感じで今回の動画はこれぐらいにしようかなと思います。 今回の動画では Gemini CLI で簡単なウェブアプリケーションを作成してみました。こういった感じで自然言語だけで簡単なウェブアプリケーションが作れるっていうことで、まあ、非常に便利な時代になったんじゃないかなっていうふうに思います。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。